それは主への杉越の生贄だ。主がエジプトを打った時、主はエジプトにいたイスラエル人の家を杉越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。昔イスラエルの民はエジプトで奴隷として虐げられていました。そこで神はモーセという人物を民の指導者として選び出し、エジプトを出て約束の地であるカナンの地へ向かわせようとしました。しかしエジプトの王がこれを妨害したので、神はエジプトに対して10の災いを望ませました。その災いの10番目が、人間から家畜に至るまでエジプトのすべての類語を打つというものでした。神は家の門中に子羊の血が塗られている家にはその災いを望ませないことをモーセを通してイスラエルの民に言われました。そしてその神の言葉通りに、門中に子羊の血が塗られているイスラエルの民の家は杉越されて、災いが望まず子羊の血が塗られていない家の類語は皆死んでしまいました。この祭りの名称はその出来事に由来しています。新約聖書でバプテスマのヨハネがイエス様を指して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言っているように、杉越はイエス・キリストの贖いをも表しています。まさにイエス様はこの杉越の祭りの時に十字架にかかられました。神の子羊であるイエス様が十字架で流されたその血潮の贖いを信じる時、私たちのすべての罪は許され、罪の結果である神の裁きと死が私たちを通り過ぎるのです。